作品に飛び込もうと思った理由というのを教えていただけますか。こういう作品を世の中に出すという、まあ、ある意味暴力的な描写を使った、芸術を作ろうという思いが僕は参加したいなと思った理由でございます。そうですね、10代の頃のなんか煮え切らない感じだったりとか、その悶々としたその言葉では言えない空気感がものすごい台本にもあって、自分の中でも結構挑戦だったし、とても楽しかったです。唯一まともな役なので参加しました。やっぱ若い人たちと会いたかったです。特に翔太君に、街ではよく会うんだよね、家が近所なんですよ。そうですね。で挨拶するくらいでね、ちょっとちゃんとやってみたいなと思って、本当に声をかけていただいて光栄に思ってます。そのキャストを見た瞬間にもう、まあ、これは出ないわけないだろうって思って、若いですし喧嘩があったりとかたくさんありましたけど、本当に素晴らしい作品になってるんで。こういうハードロマンチッカーのかっこいい男になるためにはどうすればいいのかみたいなアドバイス的なところとぜひ。まあ僕は主に渡部さんみたいに本当に凛々しく生きていればかっこよく見えるんじゃないかと。いや、おっしゃる通りですね。Exactly as you say. なんですか、ちょっとじゃあ宿題にさせてもらっていいですか。I really don't know. アドバイスはないですね。ただ、優しくなりたい。で、優しくしてほしい。優しくしたい。ハードロマンチッカーはおすすめしないですね。クラメとして初めて主題歌の映画の主題歌の話をいただいて、かっこいい映画で良かったなっていう、今でも結構何個か映画の話はあったんですけど全部やってなくて、今回やったのがこれで良かったなっていう。そんな刺激的な映画にもですね負けないように、とても刺激的な音楽を作れたらなと思って作ったと思います。負けないように刺激的な音に仕上げたつもりです。女性の方多いですけどあんまりよくないなと思ったら出ちゃっても構わないんで、とにかく最初の冒頭でも楽しめると思うんで、そのちょっとバイオレンスを感じてください。よろしくお願いします。